エバーグリーーンの松松本本でです。す。す。よろししくお願いいままござ今日はですね、発達障害児の悩みは諦めて終了なんですかっていうご相談、ご質問いただいたので、そちらのご相談ちょっと読みたいと思います。Q&A なんですが、ごリッキー先生の相談への回答を拝見すると、苦手は諦めて、まあ苦手なことは諦めて楽しいことを増やすなどの回答がありますが、結局のところ、発達障害は諦めて終了ということでしょうかという若干厳しいご指摘をいただき ままししたたので回答していきたいと思いきとす勉強も学校も諦めてまずは楽しいことをするっていうのはあくまでスタートラインですからね難しいのはそこからいかに勉強や進学に向けた取り組みをさせていくかっていうことだと思いますまたは楽しいことをさせると言ってもずっとゲームや動画というわけにもいかないので活動のバリエーションをいかに増やしてゲームや動画の時間をコントロールするかっていうのは難しいところだと思います 厳しく子供の行動を制限して勉強しかさせないっていうのはどちらかというと楽なことだと思います。むしろ好きなことを目いっぱいさせて主体性を育てつつ、 一方で、やりすぎないようにセルフコントロールさせるというのは、とても難しいことだと思います。そもそも、勉強も投稿も諦めて、楽しいことをさせるっていうのは言うほど簡単ではないと思います。それがちゃんとできれば、スクールカウンセラーの仕事はだいぶ少なくなると思います。保護者の方と継続的にカウンセリングをして、やっと少しずつ現実を受け入れて、口うるさく言わなくなるっていう印象を私は持っています。私の場合で言うとですけど、つまりですね、理想的には、 私の動画を見ていただいて親がこだわりを捨てて子供に楽しく生きさせて親子の関係が良くなってから勉強などをさせるために私のカウンセリングを受けていただくとか個別の学習支援計画を踏まえて関わるっていうことができるといいんじゃないかなと思います。すすいいまません私ののお話ににななっちゃしししたたけけどねねしかし現実ははででででビデオを見ただけでできる人は少ないので その点からカウンセリングや支援計画が必要かもしれませんね。さらに付け加えると、親はこだわっていないのに、子供がこだわっているパターンもありますよね。学校に行けずに悩んでいるとか、勉強ができずに落ち込んでいるとか、そういった子供への関わりも個別に考える必要がある難しい点だと思います。まあ私がね、諦めるとか、受け流すとか、そういった <laughs>、まあある意味絶望っていうんですかね、そんなことを結構前向きにお話ししているので、こういった疑問を今回のようなね、諦め 諦めて終了結局そういうことですかっていうご質問をいただいたかと思いますが結局諦めるってことも簡単なことではないですしねあくまでそこからがスタートってことです諦めて受け入れてそこからどうやって支援していくかっていうことが大切なことだっていうことをお伝えしたいと思って本日はお話をしました「障害のの悩みは諦めて終了なんですか?」というご質問に回答いたしました本日もありがとうございましたエバーグリーンのゴリッキー松本リギアでした 最後までご視聴いただきありがとうございます動画をちょっとでもいいなって思ってくださったらぜひチャンネル登録をお願いしますこれからも皆さんのお役に立てるように動画配信を頑張っていきますまた次の動画でお会いしましょうありがとうございました